ウェブビジネスで稼ぐ方法を知りたいですと、ネット企業をするにはどうすればいいでしょうかということですね。あと、マーケティングを学びたいですと、マーケティングを学ぶにはどうすればいいでしょうか。ネット企業とマーケティングですね。まあ、ネット企業をする場合はですね、このマーケティングっていうのが一番重要になりますね。まあ、どのビジネスも集客、8割って言われるんですけども、結構みんなですね、ここに、力を入れてないんですよね。で、特に初期の段階では集客にほとんど力を入れるっていうのがもう当たり前になるんですよね。何を提供するかも大事なんですけども、どんなコンテンツを提供するか以上にやっぱりマーケティングを知ってるかどうかで差がついてくるんですよね。もっと言えばいいものを作っても売れないという方がほとんどなんですよね、日本って。まあ、日本は研究肌というか、その職人肌というか、いいものを作る、あとお客様主義ということで、まあ、お客さんももちろん大事なんですけども、相手のことだけ考えてですね、とにかくいいものを作ろうとしてマーケティングが全然おろそかという方がすごく多いんですよね。なのでマーケティングに力を入れるといいと思います。どうやって人を集めるかということです。海外移住されたい方がのご相談で、インターネット